魯茶漬けは世間に流布されその看板をかけている料理屋さえ出てきた関西ではもちろんのこと東京でも近来よく見かけるようになったまた家庭にも侵入して実際に試みられるようにさえなっているそれなのにタイより簡単でうまいマグロの茶漬けが用いられていないのは 不思議な気がするタイは関西がよくマグロは東京が良いい」「その意味から言っても東京は鯛茶漬けよりマグロの茶漬けを用いて叱るべきであろう」「東京にもし京阪のような食い道楽が発達していたらおそらく今日までマグロの茶漬けを見逃してはいなかったであろう」「そういう私も マグロの茶漬けは京都で覚えたもので東京人から教わったものではなかった今後の東京人はタイ茶漬けなんて関西の模倣をやらないで堂々と江戸前のマグロを持ってタイ茶漬けに対すべきである東京には関西のような美味な鯛がないからなおさらである茶漬けのご飯 ご飯の炊き方が柔らかくベタベタするようなのは一番いけない。寿司の飯の程度がいい。炊きたてのご飯ではいけない。生温か,かに冷めた程度がいい。茶漬けにもよりけりだが、魚の茶漬けには冷や飯は絶対にいけない。お茶の出し方。かける茶は晩茶ではうまくない。煎茶に限る。 煎茶の香味と苦味とが入りようである。少し濃いめの茶をかけると調和が取れる。茶が薄くてはまずい。だから粉茶の上等がいいというわけになる。粉茶の出し方は人も知るように粉茶専用の小さなざるがある。これは寿司屋で使っているものである。それで寿司屋の用いるように 大メざるに一杯程度入れて水をさす。なぜなら粉茶は茶の残りを集めたいわば茶のくずであるからほこりなどが混じっていよう。これを洗浄する意味でザルの中に入れた茶に水をさすと乳白色に水が汚れてこぼれてくる。これを捨てザルの中の粉茶に熱湯を注ぐ。この場合、 熱湯を少しずつ注げば茶は濃くなり、ザーっと一気にお湯を注げば茶は薄くなる。熱湯の注ぎ方によって濃淡自在にお茶は加減できる。お茶漬けには熱湯を少しずつ注いだ濃いめのものを用いるのが良い。しかし抹茶や煎茶にしても最上のものを用いることが秘訣だ。 茶が悪いと茶漬けの中に何が入っていようがダメである。要するに茶が良くなければ茶漬けの意義がない。茶漬けのマグロ。さて茶漬けに用いるマグロだが、シビマグロがいい。シビマグロは普通寿司屋で使っているマグロのことである。マグロのトロといって、 白っぽい脂っこいところを喜ぶ。脂っこいところは男の40歳以前の好みである。40歳以後になるとだんだん脂っこいものから思考が遠ざかる。茶漬けに用いるマグロの材料もトロ、中トロ、赤身、好みによって選択すればいいわけである。 油の少ない赤身は赤身でうまいし、油の多いところはまたトロでうまい。マグロの質さえ吟味すれば、各人の好みに任せて材料を整えるべきである。シビマグロの他に、カジキマグロだとか、キハダマグロとかがある。これらを茶漬けに用いても、決して悪いものではない。しかし、 木肌とかカジキは脂肪が少ないから脂っこいものを好む人たちにはちょっと軽い感じである。老人向き、女人向きなどにはかえってこの方が適していよう。それも実験して各自の思考に任せればよいと思う。マグロ茶漬けの作り方茶碗に飯を盛るとき腹の隙加減にもよろうが 贅沢のは飯を少なく盛ることである。飯を多く盛ると茶がたくさん入らぬ。労働者の食べる茶漬けは飯がたくさんで茶の少ないのがうまい。だから大きめの茶碗が良い。贅沢物の茶漬けは飯が少なくて茶が多い方がうまい。飯の多い方の茶漬けは晩茶がいいが、 飯の少ない方の茶漬けには、煎茶をかとする。飯は茶碗に半分目、もしくはそれ以下に持って、マグロの刺身、ミ切れを一枚ずつ平たく並べてのせる。それに、醤油を適当にかけて加減する。大根おろしをひとつまみ、マグロの脇に添えればなおよい。並べたマグロの上に、 徐々に片隅から熱湯を粉茶のざるを通して注ぐ。マグロの上の方から平均してまんべんなくかけていくと、マグロの上皮がいくらかしらんでくる。そうしてご飯が透明な煎茶に覆いかぶさり、上のマグロが茶に浸る程度に茶を注ぐ。次に、 マグロを箸で静かにご飯の中に押し込むようにすると、裏の方のまだ赤い色をしたところまでが白くなってくる。透明な茶は乳白色になり、醤油も混じって茶碗の中にこもってくる。マグロを半熟以上に熱しては、微味は失われてしまう。もっと味を濃くしたい人は、 ここで茶碗の蓋をしてしばらく静かに放置し中に十分に味がこもるのを待って濃淡好みの茶漬けとした上で口にかき込む段取りとなるのである。どちらかといえば蓋をしない茶漬けの方が好機も高く熱くマグロも熱しすぎないのでおいしいのであるが蓋をする方は飯がほとびていけない。 その上マグロが熱しすぎるというのは野暮である。マグロの生っけを好まない人は余儀ないことであるが前者のやり方の茶漬けに越したことはない。この茶漬けは他に何一つ総菜を用いる必要がなく最後に一切れの香のものを添えて贅沢な味を満足させれば足りる。 マグロ茶漬けのわさびはお茶を注ぐ前に飯茶碗の中に入れては辛さが消えてしまう。お茶を注いでおいて最後に入れて混ぜて食べる方がわさびの効き目がある。